い。元井です。よろしくどうぞ。ですね。ちょっと、非常にしょうもない動画を今日ちょっと上げさせていただこうと思っております。何をしようかと思ったかというとね、このね、カップヌードル贅沢とろみフカヒレスープ味。これと、ちょっと光って見えないですかね。これと、贅沢濃厚ウニクリーム。ね、この、食べられる毒。エディブルポイズンね。その、略して、まあ、カップラーメンってやつですよね。これをちょっと試食をしたいと思うんですね。ちょっと新しく出てるのを見つけたので。20代の頃はもうね、そら、インスタントラーメン的なもの、カップラーメンはめちゃくちゃ食ってたんですけど、まあ、だんだんその、歳とともにこういうのはちょっと食っちゃいかんと思って、量を減らしますよね。なんですけど、ちょっとね、久しぶりにちょっと食う、新しい新商品見てがっつり食うてやろうと思ってちょっと動いてきたんですよ。で、しかもね、ウニ、フカヒレ、ウニ、特にウニがやっぱ新具材、ほぼウニ入り、ほぼウニ入りとか書いてるんですよ。ほぼウニ入りって書いてるその下に、ウニが 6.9% 使用っていうね、一体何がほぼウニなのかを、意味がわからない食い物がね、売ってたんですよね。ちょっと確認しますね。原材料。うん。原材料もこういうの見ててやばいですよね。まあ、小麦粉、植物油脂、食塩、タンパク、加水分解物。うん、醤油、香辛料、スープに、もうなんかもうわけのわからんもんがいっぱい入っていると。オニオンパウダー。ウニ調味料。ウニ調味料ってなんだろう。全然わからないよね。もう何が入ってるかわからない。魚肉の練り製品、ブロッコリー、加工澱粉。まあまあまあ。はあ、なるほど。まあ、一応ウニは入ってるんだね。ウニ調味料として。ウニ調味料としてウニ入って。こっち、フカヒレはこれフカヒレ入ってないだろ、絶対。ちょっと確認しますね。フカヒレっぽいものなんかあるかな。チンゲンサイ、キクラゲ、ゼラチン加工品。この辺でなんかうまいことを作り上げてんのかな。まあ、フカヒレっぽいものは一つも入ってないですね。うん。どっちがやばいやろうな。多分、ウニの方がやばいと思うんで、フカヒレから先行こうか。フカヒレからちょっと先食うてみますね。懐かしいな、この。これさ、皆さんまともに使えたことあります？なんかあれですよね、この、カップヌードルのさ、このね、下のとこちょっとさ、この、破れてて、このシールをめくるとそれが一緒についてきて破れるみたいなね、そういうコンセプトになってるんですけど、まともに一緒に破れた試しがない。まあいいや。破って、このシールは止めるのに使うから、ペタッとして、もうなんかこの透明のシールはなんかあれですよね、蟯虫検査を思い出しますよね。はい。ちょっと待ってください。お湯取ってきます。さあ。3分かな？最近作ってないからな。多分3分だと思うんですが。どこや？どこに作り方書いてんねん。書いてへんがな。作り方とか別にそう湯入れるだけやけどさ。何分とか書いてないの？最近のやつって。蓋して3分。お湯を入れて蓋して3分で油入れて出来上がりと3分ね。アレクサ、タイマー3分。3分のタイマーを開始します。とりあえずこれを待ってる間にね、動画時間3分稼いでしまうというね。さすがにちょっと早送りしましょうか。早送りです。アレクサ、ストップ。さあ、それでは今からね、こっちを食べてる間にさらに次なる、このウニクリームの方にもね、お湯入れておきましょう。アレクサ、タイマー3分。なんか、何やろう、ちょっと待って。ウニのやつ。なんかすごい謎の柿の種みたいなの入ってる。なんかドッグフードの匂いする。大丈夫かな？さあ、それでは行きましょうか。まず、このフカヒレですよ。フカヒレ。
贅沢とろみフカヒレスープ。さあ行きましょう。ちょっと混ぜて、まあ、中華スープの香りはしてる。まあ、それぐらいは出せるだろう。一体何がフカヒレなのかっていう話だよね。この油、ちょっと油舐めてみるか。油にちょっとなんか癖のある香りはつけてるね。ちょっとじゃあいただきます。とりあえず、あ、混ぜちゃったな。前か。普通に、どっちみちフカヒレ入ってないからね。別に、皆さん、見たところでですよ。もう食いますね。せっかくだから、こっちをこう向けといたらいいかな。見た目なんか別にどうでもいいでしょ。味の感想だけね。まあ、あれやったら、皆さんもね、ちょっと一回買って食ってみてください。結構しましたよ。でもこれ200円以上した気がする。全くフカヒレの感じはない。まあ、そもそもフカヒレのスープ自体がそのフカヒレにね、味があるもんではないから、そもそもまあ、ね、フカヒレという、ね、名目でこの商品出すことが間違ってますよね。なんか、とろみのついた中華スープ、まあ、の、まあ、カップヌードルにしては美味しいかな、みたいな。それ以上でも以下でもないというか、以下というか。まあ、具がね、結構チンゲン菜とかね、いろいろこの赤いのは、クコの実か。結構ね、ま、いろいろ入ってんすよ、具がね。それは確かに嬉しい。普通このチンゲン菜みたいな入ってないですからね。具が多いのは嬉しいかな。まあ、ただ、完全なるカップヌードルですよ。ああ、まあ、でも、お腹空いてたら普通にうまいけどね。まあ、毒とか言いながら。まあ。ね。大人な皆さんにこのね、リッチカップヌードル、こいつ、まずこのフカヒレ味のやつをおすすめする、できるかというと、まあ、おすすめはしないです。わざわざ買って食うほどのもんではない。なんていうかな。ね。ネタとして食うにしても、なんか、パンチに乏しい。そして3分のタイマーが鳴る前にほぼ食い終わった。チンゲン菜がめっちゃチンゲン菜やな、当たり前やけど。それが斬新やわ、一番。カップヌードルでチンゲン菜を食うことになるとは。まだ3分経ってないのか。ちょっとそろそろウニに行きたい。ちょっと味飽きてきた。はい、一回リセットして。まだかね。アレクサ、あと何分？タイマーは設定されていません。さっき設定しなかった？してなかった？あ、そう、じゃあいいや。まあ絶対3分以上経ってると思いますんで。マジか。さあちょっと行ってみましょうかね。グニクリーム怖いな。さっきね、なんかシワシワの、なんか太い柿の種みたいになったんですよ。なんだ、なんかタクワみたいになってる。さすがにちょっと見せましょうか、これは。カメラが悪いんでごめんなさいね。多分、ボケ出ると思います。ピンボケだと思いますがね。こんな感じなんですよね。ちょっと、
非常に下品で立ち食いで申し訳ないんですけど、ちょっとこれね、一個だけ今食うてみます、ここで。あのね、ウニの匂いは、ウニの悪いとこの匂い、どっちかっていうと。ちょっとやっぱ座って食べよう。ちょっと一個このね、こいつ、何やろうこのね、何やろうこれ。ふうですね。プルプルしてる。まあ、ウニ風味といえばウニ風味。ちょっとね、この贅沢仕上げペースト入れてからちょっとコメントしますわ。この贅沢仕上げペースト、これ何や？こいつは何だ？油？なんか、え？なんか謎の白濁した汁が出てきた。ちょっと待ってください、これ。これ何や、これ。何や、これ。魚介の、魚介ベースのちょっとホワイティーな香りがした、今。何や、これ。なんか毒を入れた。うまみが増すんでしょうな。でもまあパッと見ね、皆さんはこうわかると思いますけど、これはブロッコリーかな。非常にね、野菜はいっぱい入ってる。でね、この、ちょっと麺まで食べてから感想を言うか。ちょっとスープ飲むか。もう、バタークリーム。まあこのスープ麺に関してはカップヌードルのシーフードのやつにちょっとねクリーム入れて作ったみたいな感じ。うん。ちょっと確かに普通のよりは濃厚に作ってやる。でこの問題のウニですよね。もう一回食べようか。ちょっともう一回食べてみようか。ウニの香りはするっちゃする。うん。で普通にさ、普通にね、都会に住んでて、その辺のお寿司屋さんで普通に食べるウニですよ。めっちゃええとことかじゃなくて、普通に、あるいはその、スーパーで売ってるね、お寿司のウニ。それが好きな人だったら多分いけますわ。うん。そんな感じではある。私ね、ウニ、塩水ウニは私大好きなんですよ。わかりますかね、普通にさ、都会で食べれるウニって全部ミョウバン入ってるやつじゃないですか。ミョウバンのね、ウニがね、私好きじゃないんですよ。わかりますか？ね、劣化するからね、そのミョウバンで、その劣化しないようにして、そのね、都会まで輸送してきて、その食べるウニって、なんか、ウニってすっごい生臭いじゃないですか。その生臭さのすごい原因になってるんですよね、ミョウバンが。で、そのミョウバンのウニはね、私嫌いなんですよね。こいつは、その、ミョウバンのウニをものの見事に再現してますね。だからそういう意味で、まあ普通に都会でよく食べるウニの味は確かにね、まあまあの再現度で再現されてますわ。うん。そして、スープはどこまで行ってもその、バタークリーム的な、くどい。うん。リッチすぎる。で、塩水ウニって皆さん食べたことあります？多分そのね、ウニが取れるところね、そう漁港とか行って、その辺で食べるとね、もうその、鮮度がいいから、もうそんなことしなくていいんでね、もうそのミョウバンとかで処理する必要がないから、そのまま食べれるんですよね。まあそうすると、ミョウバンが入ってないウニの美味しさってのは本当にないんですよね。だからもし食べたことない人はね、一回本当にね、ウニが取れるね、漁港行ってね、その、ウニ丼みたいな食べてみてくださいよ。やばうまいですから。ウニが生臭くて無理っていう人もね、絶対食べれるんですよね。そのウニの風味はない。まあ当たり前ですけど。私もね、そういう、その臭くないウニって食べれるようになったら結構大人になってからでね、そのちっちゃい時はその臭いウニしか食ったことなかったけど、ウニって臭いもんってずっと思ってたんですよね。まあでも、マーケティング的にはそうか。それはそうですよね。そのミョウバンウニを食べてる、そう当たり前ですけどね。そういう層がマーケティングのね、要なんで、変に、
ね、その明晩衆を取ってしまったらウニっぽくなくなるんでしょうね、逆に。だからそれはまあマーケティング通りなのかもしれない、もしかすると。そしてスープがくどい。2杯目っていうのもありますけど。うん、くどい。塩水湯にはね、その都会でもね、気持ちちょっと高いね、とこ行って、その塩水湯にが食べれるとこちょっと探したらね、あるんですよ。うん、で そういうとこでウニをね、食うとね、マジうまいっすよ。なんだろうな、これ。うん。うん。でも、間違いない、間違いない。ミョウバンウニは、これはね、すごい、さすがやわ。ウニほんま再現してます。なんかさっきからギャーギャー文句言ってますけど、ウニ完全再現してますわ、これ。6.7% かなんかしか入ってない割に、6.9 か。うん、まあ、ただ、ね。これをそのリピーターとしてまた買うかっていうと、まあ二度と買わないですけど、でもこっちはさっきのと違ってね、フカヒレの方はね、別に皆さんにおすすめしないですけど、こっちはネタとしてね、一回食ってみてもいいかなと思います。一回ね、ちょっと食べてみてくださいよ。ウニ感ありますよ、本当に。うん、うん。うん。おう、ウニ。ウニ。ウニ。ウニじゃないけど、ウニ。あ、ちぎれた。そんな感じで。直しが、うん、というわけでですね、はい、大人がカップヌードルを2杯分レビューするとどうなるかっていうのをちょっとお届けしました。結構きつい、もういらない。なんでしょうね。20代の頃だったらこれ全部スープ飲み干してまだもう一個ぐらい食えたと思うんですけどね。もうちょっときついですわ。はい。というわけで、本当にこっちはね、おすすめしますんでね、この一回ウニクリーム食べてみてください、本当に。ね。200円ぐらいです。200円ちょっと超えるぐらいです。というわけで、はい。まあ、毎回なんか飲み食いをしようって別に決めてるわけではないんですが、一応今回もね、ちょっと食事させていただきましたんで。というわけで、はい。しょうもない動画でした。はい。では、またお会いしましょう。さよなら。